続いて細かすぎるモノマネをもう一つ。よく聞くけど誰が歌っているのかわからない CM ソングを榊原郁恵さんがご紹介。チューチューチューなぜなぜまたビキニがとっても似合うよ。刺激的さクラクラしちゃうアピーターパン。どうも榊原郁恵でございます。今日はですね、私が気になってる CM ソングメドレーで聴いていただこうと思います。まずは一度は聞いたことがあるけれど誰が歌っていて何を歌っているんだか聞き取れない曲ナンバーワン。ニキビ肌荒れが気になるのここに電話してプロアクティブ0120-522-522今すぐお電話。キスしてくれ香り、ニキビも悩まないプン。続きまして私がとっても大好きな曲、知ってる方は皆さん一緒に歌ってくださいね。丸い緑の山奥さ真ん中通るは中央さ。かっこよくねえし。新宿西口駅の前CM ソングラストはアルファードの曲。すごい。実は私アイドルになりたかったんですよ。本当は、本当は、本当は。でも南ちゃん見て可愛いってかったらなれるんだって思うけれども、いやちょっとわかるでしょ。いやいや、そんなことない。まあモノマネさんは顔は別に可愛くなくてもネタが良ければいいのかなと思ってオーディションを受けた。それがきっかけでございますね。最初のオーディションの時は何のネタで行ったんですか。クレヨンしんちゃん。それアイドルがやるモノマネじゃない。じゃあクレヨンしんちゃんやりますみたいな。いやクレヨンしんちゃん実は低音が出るようになる。ええ、ちょっとやってもらっていい。おいらしのすけだぞってところからおもう立ち方がすごいもん。おいらしのすけだぞ、こっから声出すんだぞ。すげえ。